総海艇、苦戦艇、護衛艦船戦闘賞は、ナチスドイツの勲章。第二次世界大戦中にエイリヒレーダーによって、考案され、ドイツ海軍で運用された。総海艇、苦戦艇、護衛艦船戦闘賞を着用するドイツ海軍の軍人。1940年8月31日に、海軍元帥エイリヒレーダーによって制定された。総海艇、苦戦艇。 護衛艦船戦闘賞は、夫をプラチェックによってデザインされた。国家は師匠を頂点に、金の白用のリースがライン劇で発生した水柱を囲んでいる。トムバックと亜鉛を原料に製造していたが、戦況が悪化すると廉価版が大量生産されるようになり、終盤には金色部分もすべて灰色になった。総海底、苦戦底、護衛艦船戦闘賞は、 左胸ポケットの下部に廃用した。また、一級鉄十字章などの等級の高い勲章を一緒に廃用するときはその下に廃用する。また、ダイヤモンド付け総改定、苦戦艇、護衛艦戦,戦闘等章も制定されており、白洋付き騎士鉄十字章受章者にはダイヤモンド章の方が贈られた。総改定、苦戦艇、護衛艦戦,戦闘等章は、などに授与された。 http://www.wehrmacht-awarts.com コロンススララッッシシュュスラッシュをバジズクリークスマーリーナマインスイーパーバッチ htm ありがとうございます。